はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちらですね。はい、ズーム社提供ズーム G14、20番のプリセット JB ブロックですね。こちらを不次元製ストラトキャスターで奏でてみたいと思います。ストラトは不次元が一番いい音がいいと思ってます。はい、まずはね、スケール練習、6弦からのスケール練習をお勧めします。ゆっくり、まずはグーパーグーパーグーパーとして、からもゆっくり始めます。はい、次は2オクターブいきましょう。手が溜まったなと思ったら、リフの練習に入ります。パワーコード、パワーコード、これを真面目に弾きます。単純なことを真面目に弾きます。 Am、D、C、D の循環、これを、丁寧に真面目に弾きます。ポイントになるのがこれですね、決めの、はい、ですね、こうでもいいですし、スタッカートでもいいですし、でもいいです。だいたいしつこい方が切られます。簡単な方が受けます。そして、惜しくもね、この世を去ってしまったランディ・ローズ、ミスター・クローリーですね。ちなみにですね、ダイアリー・オブ・マットワンのタン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 っていうのはですね、あのクラシックギターの練習曲の中に出てくるものをランディはそのまま使ってます。ランディはね、クラシックギターをとても愛していたので、ロックファンにもね、クラシックギターの素晴らしさを知ってほしかったですね。そんなランディが奏でた、ミスタークローリーです。もう単純なパワーコードにね、メロディーをですね、でもかっこいいです。これできるとかっこいいね。練習しましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スブラッシングと呼ばれるね、パーカッシブの要素を取り入れてみましょう。大ヒットしましたイエスのロンリーハート、ポイントですね。ダンスカスカタンダンスカタン、これによってこう、なんていうんですか、ドライブ感みたいなのが出るんですね。はい、さてギターソロが弾きたくなったんではないでしょうか。はい、弾いてみましょう。だいたいですね、ギターソロほとんど聞かれることがないので、まあエブリートルシングさんでいうところ、モッチーさんが歌って次のメロに行くまでの間を埋めるのが伊藤さんの仕事みたいな、まあ、無難なギターソロがいいですね。はい、そんなギターソロで、ね、ファイナルカウントダウンのギターソロがあるね。とてもいいですね。行ってみましょう。
好きな方は途中で来てもいいですね。はい、そして、スウェーデンが生んだギターヒーローイングマムスティンですね。昨今過小評価されてますが、あれは髪型が悪いんだと思います。ここなんかこうビヨーンってなんかちょっと間違っちゃってるみたいな感じですよ。あとはキッチンでドリルでガガガガってピックアップ交換しちゃったりするのもやはりちょっと日本人に受け入れ難いところでしょうね。はい、というわけで広島も生振りですね。ゆっくり丁寧に弾きましょう。なるべく弦に対してピックを水平に当てると、無駄なね高音成分が倍音成分が出ないのでおすすめです。指板なんですね。なので相当の確率でピッチが狂ってます。イングエマニアはですね若干チューニングを狂わして弾いたりしてますね。ちなみにイングエは多分1弦に08を張っていてゆるゆるのテンションなんですけど、彼はギターを愛しているので全体のバランスの取り方が上手いですね。私は1ゼロで太い弦を張るんですが、イングエはもう軽い弦でねはい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 って弾くんですね。とにかくピッキングはですね、あのもう強く弾いてもしょうがないです。エレキギター、マイクがついてるんで、はー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 、くる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 、早く弾こうと思ったら力入れてぐるぐるってやっても早く弾けないんで、はー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 ってやるとですね、であんまり早く弾いてもですね、人類は聞き取れないので、アルティメラみたいに早く弾いてもね、すごいねって言われるだけで。そこに感動も何もないので、あの聞き取れる速さで丁寧に美しく聞きましょう。はい、そんな私がですね、現在こちらのところにあります、シアーミュージックというね音楽学校でギターを教えさせていただきたいと思います。少しでもねギターの楽しさを知っていただきたく、ジャッてやれば音が出るのがギターなんでね、簡単でございます。でその先にねちょっとこう、うまくなってみたいなとかね、もうちょっとギターについて知ってみたいなとかね、いろんなことが、いろんな興味が湧くのが人間でございます。ぜひね、フリーダイヤルでご連絡くださいませ。45分間無料体験レッスンが用意されております。はい、そこにじゃじゃんと私が登場するかもしれないですし、他の講師が登場するかもしれないですけど、これがね、意外とやってみると楽しいんですよ、無料体験レッスン。はい、あの偉そうな高慢ちきな講師が出てきてね、ああでもないこうでもないって思われるかもしれないですけど、そんなことないですから、まずあの大目標を教えてください。こうなりたいっていうね、日曜日にギターをちょっと軽くつまみきたいとかね、彼女の誕生日にハッピーバースデーを歌いたいとかね、いいんじゃないですか。いろんな目標があって、何も否定することはしません。はい、はいまあ、とにかくあのギターを楽しんでもらうってことが絶対条件なんでね。まあ、自分の所属してる教室を言うのもなんですが、相当レベルの高い講師が揃っているので、誰に当たっても、わあ、いいなと思ってもらえると思います。はい。というわけで、ぜひね、フリーダイヤルでご連絡くださいませ。私はですね、そうですね、4月の後半に向けて若干スケジュールに泣きがございますので、私をご指名してくだされば、まあ目標に向かってね共に進んでいく形です。私カリキュラムを作らせていただきますので一緒に楽しく学びましょう。それでは横浜シアミュージックでお待ちしております。竹下達でした。